テルグラムへようこそ。今回はヒルトン大阪に宿泊しております。このお寺は大阪駅のすぐ南にあるヒルトン系列の本家ヒルトンブランドのホテルです。今回はエグゼクティブキングルームに宿泊しております。まずはお部屋の様子見ていただけたらと思います。ルームツアー行ってみましょう。はい、それではルームツアー始めていきます。今回は3205というね、32階のお部屋になります。はい、入り口のドアはウッドになってまして、ドアノブにはインルームの朝食の案内ですとか、でその横にお部屋やバスルームの電気のスイッチにお掃除のサインのボタンもあります。反対側はですね、こちら扉を開けるとこんな感じで下駄箱のような、ね、スペースが用意されております。その横はラゲッジスペースになってまして、その下にトレイが2つあって、上にパジャマとソーイングキットが1つ用意されております。でその隣が、クローゼットです。開けるとこんな感じになってまして、右手にハンガーが、クリップありなしそれぞれ4本ずつありまして、後ろにね肩だけのハンガーですとかランドリーバッグがかけられております。でその横のフックにはブラシと靴べらがかかってまして、下にセキュリティロッカーで、さらにその下のボックスの中にスリッパとスクラブツリーベリーのゴリのシューポリッシャーがね用意されております。その左手にはアイロンが置かれてまして、後ろにアイロン台がかけられております。手前にバスローブが2着かけられております。でクローゼットの反対側に姿見がついてまして、でその姿見の後ろの空間エントランス入って、すぐ左手のところに、ウェットエリアが用意されております。ウェットエリアとエントランス周りだけこのようなストーンの床になってまして、ここからウッドの床に切り替わります。お部屋の中はね、こんな感じの雰囲気となっております。はい、大きなキングサイズのベッドがありまして、そのベッドの周りだけねこういったラグが敷かれております。入ってすぐ右手には、キャビネットが用意されていて、その上には電気ケトルとエスプレッソマシン、アイスペールに、無料の水が2本とルームサービスのメニュー表が置かれております。その下の扉を開けると、こんな感じになってまして、左手上の引き出しにはミニバーのメニュー表や、湯飲みにティースプーン、紙ナプキン、あとはエスプレッソマシンのカプセルと緑茶やほうじ茶、あと紅茶もね3種類ぐらい、ティーバッグやカフェインレスコーヒー、あとミルクやシュガーも用意されております。で2段目にはティーカップとソーサーグラスが用意されてます。一番下の段にはワインやリキュール類スナックがね置かれております。で右手にある冷蔵庫にはこんな感じでミニバーのね商品が置かれております。でこちらミニバーのキャビネットの横にゴミ箱がね置かれてまして、その左手木のフレームに収まる形で、パナソニックのテレビが付けられております。はい、下には、テレビのリモコンやダイニングの案内、下にトレイが2つありまして、右手トレイの中にホテルの案内が入っております。またこちら奥の方にはこんな感じで、電源や HDMI のね端子が用意されております。そして左手向きますとこちらにね大きな丸いテーブルが置かれてまして、その上に、電話や、メモ帳、そして、除菌シートが置かれております。その横には、キャスター付きのねしっかりとしたビジネスチェアが置かれてまして、そしてお部屋の一番奥にはちょっと細長いですけどこんな感じでねデイベッドのようなソファーがついております。両サイドに2種類ねクッションが置かれてまして、その間の窓なんですけれどもヒルトンらしく障子とね襖のようなデザインになっております。そしてデスクの上には上から吊るされるような形でライトも用意されております。そしてお部屋のね窓からの眺望なんですけどもこんな感じで、今回東向きのお部屋なんでね正面にドーンとねライブハウスのねビルがかなり目立ちますけれども、はい、左手にはね大阪駅の阪急の方面が見えまして、右手奥の方には、中之島ですとか北浜の方ですかね、エリアが見えるようになっております。では続いてベッド周り見ていきたいと思います。こんな感じで大きなねキングサイズのベッドになっております。はい、ベッドサイドテーブルはシンプルなね形してまして、上には電話があって、ヘッドボードのね横の部分に USB のポートと電源が用意されております。その上がベッドサイドのライトと、それからねお部屋の電気のスイッチ類がこちらに用意されております。
また右手上の部分はこんな感じでね、ラックになっております。でヘッドボードはこんな感じでウッドなんですけど、枕はこんな感じで、まあ、ヒルトンにしてはね薄めな感じの枕が4つ用意されております。そして反対側のベッドサイドテーブルも同じ形してまして、上にはティッシュと、アラーム、そして同じくこちらに電源が用意されております。はい、ベッドサイドのランプや電気のスイッチ類も同じ感じですね。はい、またこちら反対側にもあったんですけど、こんな感じでねくるっと回転させることで読書灯がつくようになっております。続いてウェットエリア見ていきます。はい、お部屋とねこのウェットエリアの区切りなんですけど、一応ねこの障子をねスライドさせることができまして、まあ、ただねガラスにねこのように模様が入ってあまりねよく見えなくなってるんですけど、一応ねこのように外の光がね入るような構造になっております。それでは入り口の方戻りまして、こちらまたストーンの床に切り替わります。はい、入って正面には透明製のウォシュレットがね置かれてまして、でその左手シンク横の部分にウォシュレットのボタンやトイレットペーパーが2ロール用意されております。でまたそのシンクの下には、体重計ですとかハンドタオルも3つこちらにかかっております。はい、またその左手には、ゴミ箱とデバスタオルもこちらのトレイの上に置かれております。シンクは横に長い長方形になってまして、左手に、電源と、拡大鏡、そして奥にティッシュが用意されております。蛇口の右手にはクラブツリーエベリンのソープが2つ置かれてまして、グラスとあと小さめのタオルが3つで、右手にはこちらにもねスタンド式の拡大鏡がありまして、ヘアドライヤーとその上の棚に細かいアメニティ類が置かれております。歯ブラシにレザー、コットンセット、シャワーキャップ、ネイルケアに櫛とね用意されて、さらに上にはクラブツリーエベリンのシャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュ、ボディローションがね小さいボトルで用意されております。そしてシンク正面の鏡はこんな感じで上の方までついてまして、おしゃれな感じでねライトもついております。それではシンクの反対側向きまして、一段上がる形でお風呂場の方入っていきます。こんな感じでしっかり洗い場とバスタブが用意されております。後ろの壁はウッドになってまして、またこちらお部屋につながる部分は障子を開けるとこんな感じでね外の景色がうっすらとね見えてきます。でシャワー周りはねこんな感じでモダンなテイストで用意されてて、ヘッドもね結構大きめです。でその右手にはトレイが置かれてまして、バスタオルも一つ入り口にかけられております。はい、いかがでしたでしょうか。窓がね、こうカーテンではなくて障子や襖になっているところとか、しっかり洗い場付きの風呂が用意されていたりとか、まあ、うまいことね和洋折衷になっている日本のねヒルトンらしい作りになっております。お部屋の全体的な構造や雰囲気はね他のヒルトン東京や名古屋ともね、かなりね似ております。特にね派手さはないですけどね、個人的には結構使いやすくて好きなお部屋になっております。ホテルグラムではこのようにいろんなホテルのお部屋をルームツアーの形でたくさん紹介していきます。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンたくさんいただけると嬉しいです。それではまた次のお部屋でお会いしましょう。